はい、今回なんとヒルトンハワイアンビレッジです。めっちゃ久しぶりです、ヒルトンハワイアンビレッジ。何十年ぶりだろう。あー、4時チェックインで、今3時45分なんで、もうすごいですね、人が。あー、海も綺麗です。ヒルトンはファミリー向けなので、結構プールも何か所かあったり、スライダーあったりするので、ファミリーにはもってこいですね。で、塔によってはアダルトプールみたいな感じので、そこの塔に宿泊してないと入れないプールもあります。それではちょっと待ちます。レインボータワーにのお部屋になります。あ、こんなところにボルコムがある。すごい人です。部屋に向かいます。1503です。15階です。あ、結構奥かな。オーシャンフロントじゃないでしょうか。え、角部屋じゃない。どんな感じでしょうか。あ、ツインベッドです。あー、いい感じ。うわー、すごい。オーシャンフロント、オーシャンフロント、オーシャンビュー、すごいです。ダイヤモンドヘッドも全部見れます。怖い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 、足がすくむ。最高です。こんな感じですね、部屋は。2ベッドルームです。こんな感じで、あ、綺麗ですね。綺麗綺麗。これもなんだろう、レインボー。ココナッツシャンプーとかありますね。あ、ここがクローゼットで、コネクティングルームですね。端じゃなかった、ここでした。で、ここがアイスボックスと、コーヒーとかですね。で、これここが冷蔵庫かな。お水はついてないんだ。これがレインボータワーでーす。オーシャンフロントはここかな。オーシャンビューなのかな、部屋は。で、意外にタオルのレンタルが、レンタルというかタオルが、6時までなんで早いです。結構プールも6時まで、意外に早い。なんで部屋のタオル持ってきましたが、ちょうどあの木で隠れちゃってる。いい感じですね。みんなサンセット見てます。夜の7時35分夜はこんな感じになります。でもまだちょっと明るいですね。まだまだ海にはいますね、人が。はい、これからビーチ行きます。ビーチチェアを借りようと思ってます。ビーチチェアも借りるところが、今お昼なんですけど、午前中行列してました、ね、ここの、ビーチサービス&タオル、ここでタオルも、ビーチチェアも借ります。行列ですね。で、やっぱりあのワイキキのところよりもちょっと高いですね。アンブレラ39ドル80セント、チェアラウンジ24ドル80セントですね。だからチェア2つ借りると49ドル60セントに39ドル80セントプラスなので90ドル、まあ1万2000円ぐらいかかっちゃいますね。でもこれ多分1日の金額なのかな。はい、チェア借りました。無事に、やっぱりワンデープライスですね、これは。でもちろんこうやってアンブレラだけ借りる人もいます。だから
あっちのメインのビーチの方は1時間20ドルとか、まあ、それぐらいだったとは思うんですけど、それを考えると1日で39ドル80セントだと1日借りる人は安いかな。だからちょこっと借りるっていうとちょっと割高になっちゃうかな。今日も天気がいい、風がないからめちゃくちゃ暑い。やっぱりね、向こうのメインのところより海が綺麗。ここが一番ビーチサイドに近い、プールですね。もう満席です。で、今ランチ食べにトロピクスバー&グリルに来ました。今ちょっと待ってます。で、こんな感じで時間がブレックファースト10時半まで、ランチ4時半までやってます。で、ここは50でも使われたお店です。こんな感じで結構広いです。で、メニューはこんな感じですね。これはホテルプライスですね。こんな感じになってます。でもビューもいいし。で、ここはプールから一番近いんですけど、一応服装はちゃんと裸じゃ、男性裸じゃ入れません。上上半身裸じゃ入れません。何か上を羽織ってください。で、濡れた状態でもダメです。とりあえず1杯目、この、ブラディメアリーとマルガリータですね。めちゃくちゃ美味しい。食べ物はププサンプラにしました。これがスパイシーアヒポケ、ココナッツシュリンプで、チキンウィング、これが28ドルになります。これすごい、ココナッツフレークが一緒に揚げてあるからめちゃくちゃココナッツの味して美味しいです。美味しい。チキンはもうシンプルな味付け。このレストランの隣に小さなフードが売ってるところがあります。スナックが、ピザとかホットドッグとか、結構みんなそこで買ってる人もいます。これはもうホテルツアーも結構広すぎて大変かも。はい、ごちそうさまでした。食べ終わりました。で、ワイキキマーケット行きます。あ、ワイキキじゃないね、ウキウキマーケット。ウキウキマーケットはサラダとかシェーブアイスとか、ピザとかサンドイッチ。シェーブアイス買います。こんな感じ。あ、涼しい。スナック持ってる。あ、ドリンク持ってんだ。あとはアイス持ってます。あ、これサンドイッチ、あ、結構するなと思ったけど、これめちゃくちゃ大きい。高いけどサイズが大きいです。アイシーブアイス、マンゴーとチェリーにしました。これで9ドル42です。美味しいかな。うん、チェリー美味しい。マンゴーはチェリーがちょっとサワー系、マンゴーは甘い。美味しい。これレギュラーです。これからホテルツアーに行ってみたいと思います。広いのでざっと行ってみます。それではレッツゴー。はい、アイスマシンはこんな感じであります。エレベーターのすぐ脇に。そしてこれ、ワインオープナーがありました。これなんだろうと思ったら、こんな感じのワインオープナーと栓抜き。これは嬉しい。意外にワインオープナーって、まあ、高級なところはあったり、あとはオーダーして持ってきてもらったりとか。いやー、これは便利ですね。で、こんな感じで地図になってます。広いですね、ヒルトン。で、今ここのレインボータワーにいますね。期待回路を押す感じですね。そうすると、エレベーター ABCD まで、 DE までありますね。 L ロビーに行きたいと、 B のエレベーター来ますよって感じです。これがスーパープール、右と左にあります。で、奥がトロピクスですね、レストラン&バーで、あそこが、
ウィキウィキマーケット、シェイブアイスが売ってるとこ。ここがロビーですね。でレインボータワーはこんな感じ。ザ・アリーは、専用のプールがあります。でザ・アリーの宿泊者は専用のプール と、あと他のプール全部使えますね。ただこっちでのアリー以外の宿泊者はアリーの、プールは使えません。まだまだいっぱいいますね、人が。リップパールとかショップがあります。ザ・アリーの入り口はここですね。このオルカイ B さんとか靴屋さんですね。でここがロイヤルフィッシュ、子供服とか、あ、メイドインハワイの洋服とかかな、子供服とか、かわいい。スタバがそこですね。モアナギフトか、あ、ハワイアンキルトとか、かわいい。アロハタトゥーですね。アロハタトゥーでもこれ本当にタトゥーなのか、リアルタトゥーなのか。ここがダイヤモンドヘッドタワー。あ、ウーバーピックアップとか、アロハボール&チーズ、あのアサイボールとか、あのスムージーとかあります。でここメニューがこんな感じ。まあプライスはまあ普通のワイキキプライスですね。アサイボールレギュラーが 13.95、 ラージが 16.95。 あの広くてどこにシャワーがあるのか全然わかんない。ここがタパプールです。あ、手前がキッズのところかな。こんな感じですね。でここが JTB とか、あのオリオリプラザ、パパタワー。これがダイヤモンドヘッドタワーですね。でタパタワープールの、隣にタパパーがある。こんな感じ。でその隣にジュエリー屋さん。どこからどうやって行っていいのか本当に分かんない。でここは結構ブティックとか、クッキーズってクッキーが売ってるのかなと思ったら洋服屋さんですね。あ、かわいいかも、このドレスかわいい。あー、ちょっと見てみようかな。あ、セールもしてる。あー、かわいい。ピースとかで、あ、でも64ドル95ですね、70ドル。このワンピースで、98ドル95ドル。これかわいいね、49ドル95ドル。そして、ここが、ヴィトンですね。で、ここがチャペルになってます。新作が結構入ってますね。あ、ここは、コスメですね。昔レインボーバザールのところにマクドナルドがあった気がしたんだけど、もうないんですね。あ、ここにホノルルクッキーあります。やっぱりヒルトンもちょっと外れたので、ワイキキのメインのところまで行かなくてもここで買えます。でちょっとしたこういうキオスクがあったりとか、あ、日本連とかもあるみたいな。あそこが ABC ですね。そこの ABC めちゃくちゃ大きいです。ここも、ホノルワサーフ、あ、田中アブ東京じゃないのか。ここは青木ですね。鉄板料理青木です。あ、ここエンタープライス、レンタカーですね。
12時までしかやってない。あ、これはキードロップですね。レンタカーの営業時間以外、はい、こんな感じでマップがあります。今はレインボーバザール、ここら辺です。ここにショップとかが密集してる。うわー、ここすごい。初花、和食です。とんかつとか、あ、でもチキンカツとか23ドル、そこまでそんなに高いってことでもないかな。天ぷらボール25ドル。だんだんこう25ドルが安く感じるとか、そういうの。あ、ここワイキキクリスマスストア、一年中クリスマスツリーのものが売ってるやつ、クレイジーシャツ。あ、上にもあるんだ、イタリアンが。で、ここが、ブルーウォーターシュリンプ。こっちが、ニューヨークスタイル、オムレツとかバーガー、ポケ、サンドイッチ、パスタ。で、ここがピザですね、ラウンドテーブルピザ。ジェラートのお店がすごく人気なんです。この通りすごく人気です、ジェラート屋さん。で、ここがラグーンで、ラグーンタワーです。これがラグーンタワー、ラグーンタワーに行ってみます。グループラグーンでいろいろあのアクティビティとかできます。はい、こんな感じです。あのバルコニーがすごい広いですね。グリーンビレッジってどこなんだろう、ここなのかな。あの毎日あのいろんなアクティビティがあって、明日の朝がエアロビクスとかって書いてありましたね。あとヨガとかいろいろあります。ここがラグーンになります。そこにあのカヤックとか、あとこう乗って漕いで乗るやつとかレンタルできます。パラダイスプールとか、あ、ちっちゃいプールがここに少しある。あ、ちょっとあのこういう段差になってる感じです。パラダイスプールのもう一個がウォータースライダーがあるから、もうキッズがいっぱいです。で、ここにも蛇口、ここにも、あ、ちっちゃいスライダーがラグーングリルは昔からありますね。いや、もうここはもう隣が、ボールズですね。サーフィンのポイントです。ここがラグーンになります。こういうのレンタルできます。まあ、大体こういうレンタルは5時で閉まっちゃうので、カタマランがあの金曜日の花火192ドルもする。サンセットカクテルクルーズが、金曜日139ドル、ホエールウォッチングとか99ドルとか、サップレッスン、まあサップ1時間54ドル80。ロッカーもあるんですね。携帯の充電ができるっていうことですね、これ。日本語もありますよ。電話の充電、1時間5ドルで充電できます。なんか向こうにもありましたね。あ、これはすごくいいかも。で、こういう感じで、ぐるーっと一周してきました。あ、ここに DQ があるんだ。あのカナダに住んでた時よく食べました。あのバーガーとかも売ってます。こういうあの逆さにしてもこうハードだから落ちてこないみたいな感じで。で、アトランティスっていうこう、サブマリンがそこから出たり、カタマランが出たりしてます。で、朝食会場はここの上、ここか、ランチに行ったトロピックス、そこか、どっちか
選べました。こんな感じで、はい、帰ってきました。ボルコもここにあります。まあ広いですね、ヒルトン。何十年ぶりか来ましたけど、やっぱりファミリーが多いかな。今ロビーからこうやって来て、ヴィトンの前がチャペルなんですけど、そこの前にこうやってリフト、ウーバー、ピックアップって書いてあるんで、この噴水のところですね、チャペルの。こっちに行きます。ウーバーだともうここでってなるかもしれないね。あの場所を選べます。ここか、あとはもうもっとアラモアラ寄りの方も選択できますね。ここの脇の道を入っていきます。ここがスモーキングエリアですね。道に突き当たるので、突き当たったら左に行きます。でここが、ダイヤモンドヘッドタワーの、ロビーっていうか、あの車寄せですね。ここにウーバーとかリフトが来ます。こんな感じです。はい、みんな待ってますね。で、チャーリータクシーもここ、エアポート行きですね。空港行きチャーリータクシーは、33ドルで行ってくるそうです。書いてありますね。チャーリータクシーは結構昔からあるタクシー会社ですね。日本語も、通じたりしてました。今はどうかな、わかんないけど。カリアタワーにはスタバが入ってる。ここにフィットネスと、プール。果たしてこのカードで入れるんでしょうか。アリーはやっぱりアリーの人、宿泊者のジムとプールでした。カリアタワーはどうなんでしょうか。あ、ここだ。ここが、カリアタワーのプールです。今日陰ですね。あ、ジャグジーがあそこにあって、プールはこんな感じです。このちょっと静かな感じですね。でフィットネスがここになります。あ、使いますね。フィットネスはこんな感じ。水がここにあって、あ、広い、めっちゃ広い。こんな感じ、4時からミッドナイトまで。もちろん16歳以下は入れません。なんか大人な感じのプールに入りたい人はこのカリアタワーのプールいいかもしれないですね。でもレインボーに泊まっててジムにこっちまで来るっていうのは結構遠いですね。他にジムがあるのか。こんな感じでホテルツアーできました。ざっとこんな感じで今日は終わりたいと思います。この動画が参考になったなと思う方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではバイ。